ちょっと待って、皆さんこんにちは。今週と来週のジャムジはですね、年末スペシャルということで、昨年に引き続きましてジャムジ総集編、まあ、平成自宅派はですね、ここに1年ぶりにここ江東区ですね、須藤さん、江東区に御在決心、そういうね、古本屋があったりとかお豆腐屋さんがあったりしますけども、なんかもう大スチックに今日はですね、あの鍋ね、あの昨年ジャムズ総集編で鍋を囲めなかった、そうそう、鍋しゃぶしようか、テコ入れジャムズ総集編ね。そう、俺はちょっとなんか仕事してたんだけど、それであの後にこうビデオ見たんだよ、うん、そしたらさ、あのこいつらの2人のなんか座持ちの悪いこと、あの歯切れの悪いトークでしょ、なんかだってさ、ろくにしゃべりもしないでくちゃ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 なんかさ、しゃべる音ばっかりしちゃってさ全然なんかね、滑舌悪いからね、テレビに映る人間としてこう失格じゃない、それは。俺がカツを入れる、俺がこうテコ入れ要員としてね、そうそうそう、あのここ一番、ね、ジャムスここ一番には俺が呼ばれる、ね、なんだかんだ言っても俺でなってるね、そうそうそう、まあビリヤードしたりね、海行ったりいろいろした人もいますけども、俺見ましたよ、それも、あ、まあ、それについてもちょっと後でこうビシバシ世相を切っていくから世相切っていくから、住吉銀座から鍋ロケ担当してみたいと思います、ジャムス総集編。